よ。どうした夏子。いえ、考えてみたら私って絵を描いたことほとんどないなって。ちょうどいい機会だ。お前も絵を描いてみるか。え、いいんですか。あ、ほら、描き方を教えてやる。筆はこう持って色をつけるときは。わー、楽しみです。描きますよ。どうですか。思うままに描いてみたのですが。ある種の独自性があることは認めよう。我ながら独特のセンスですね。だが、初めて絵を描いた頃の明るい気持ちを思い出した。そうですね、とてもワクワクして楽しかったです。楽しいと感じたなら何よりだ。気が向いたらまた描くといい。ここにある画材は好きに使っていいぞ。今後に期待だな。リルヤと夏香の純白な嘘、2024年発売予定。